本日ご紹介するのは、ファッションモデル、タレント、女優として活躍中の七尾さんです。七尾さんは1988年10月28日生まれの現在34歳。本名は新井七尾さんです。埼玉県大宮市出身。血液型は O 型。所属事務所はプラチナムプロダクションです。スリーサイズはバスト80センチ、ウエスト57センチ、ヒップ86センチ。七尾さんといえばその美しい美脚が特に印象的ですよね。身長172センチに対し、股下は驚愕の85センチ。九頭身という完璧なスタイルの持ち主です。そんな七尾さん、華奢な体型や高身長にコンプレックスを感じていたことから、自分がコンプレックスを感じているところを好きになれるような職業に就きたいという理由と、海老原ゆりさんに憧れたことにより、モデルを志すようになられます。そして2004年、七尾さん高校1年生の時に、ミスセブンティーンの選抜オーディションに応募されますが、残念ながら最終選考で落選。芸能活動は高校時代からされていましたが、本格的に指導されたのは2009年、七尾さん21歳の頃です。埼玉県のご実家から東京都内にある共立女子大学へ通いながら行っていたレースクイーンの活動が1年目を迎えた頃には、大学に席を置きつつ、各種芸能活動を本格化されます。その活動は多岐にわたり、総合格闘技団体、戦国のラウンドガールを務められ、さらにファッション雑誌、ピンキー主催、プリンセスピンキーオーディション2009、準グランプリの獲得に続き、東京ガールズコレクション主催のメイベリンニューヨークプレゼンツ第7回ミス東京ガールズコレクションにて、こちらでもグランプリの座を獲得。同年、9代目、三愛水着イメージガールとしての活動もされています。2010年には前2009年度、レースクイーンオブザイヤーを受賞。この賞をファッションモデルが獲得するのは史上初の快挙です。続く4月からファッション雑誌、ノンノの専属モデルへ。同時期には自身初のイメージ DVD、フォーオクロックを発売。2011年の5月、ジンジャーの専属モデルとなられ、その頃からは歯に衣着せぬ物言いとストレートなキャラクターが好評を得たことで、バラエティテレビ番組への出演が急増。さらに11月には、売れろ未確認少女にて女優デビューを果たされ、翌2012年にはフジテレビ系7月期、主に泣いてますでテレビドラマ初主演をも果たされます。七尾さんの性的嗜好として、今までの恋人は男性ですが、恋愛対象として女性を好きになったことがあると告白されており、私にとって大事なのは人間として好むかどうか、性別とか構造はどうでもいいとおっしゃっています。なんとも魅力的です。そんな七尾さん、2023年3月21日に10年ぶりとなる写真集、七尾写真集リバインを発売されています。こちらは七尾さんの愛する美しい自然とともに屋久島にて撮影された作品です。多くの言葉はいりません。ジャケット写真からもう神々しさがダダ漏れ。女神でしょうか。七尾さん美しすぎます。今後もより一層の活躍が期待される七尾さん、この作品は永久保存版になること間違いなしです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。